エドワード・マーヴィン・ロイルバックは、主に1900から1910年代に活躍した、アメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。ミシガン州でトロイと生まれ、右投げ右打ち。ニックネームは、ビッグエド。1906年から1908年のシカゴ・カブスのリーグ3連覇を支えた投手の一人。当時の連勝や連続イニング無失点などのメジャーリーグ記録を、 次々と塗り替えた。1901年に18歳でノートルダム大学に入学したが、その頃にはすでにマイナーのミズーリーバレーリーグのセダリアという球団の選手だった。1904年には大学のシーズン脱参新記録を破り一躍有名になった。次の年の1905年、ロイルバックはバーモント大学の医学課程に進んだが、野球での彼の活躍を聞きつけた。 シカゴカブスが入団のオファーを出す。5月12日の試合を1対0で勝利したロイルバックはオファーを受け取るとその日のうちに大勢の学生たちに見送られてニューヨーク行きの電車に乗り込んだという。ロイルバックは1905年5月16日のニューヨークジャイアンツとの試合にデビュー。試合は0から4と敗れたが打たれたヒットは5本だけだった。 一年目の成績は18勝14敗で290回以上を投げ自責点はわずか46防御率は1.242という内容だった。それ以降、ロイルバックは1909年までの5年間をほぼ防御率1点台で投げ続けリーグの中でも最も打ちにくい投手の一人になった。鋭いカーブを決め球にしその投球フォームは 後年のフ安ンマリーシャルのように足を高く上げ、ボールの出所を隠すようなフォームだったという。カブスがナショナルリーグを3連覇する間、ロイルバックは1906年から1907年にかけて当時のメジャーリーグ記録となる17連勝を達成する。またワールドシリーズでも1906年と1907年にそれぞれ勝ち星を挙げた。 勝率は1906年から1908年まで3年連続リーグ1位となり、1908年にはナショナルリーグ記録となる44イニング連続無失点を成し遂げる。同じ年の9月26日にはブルックリンスパーバズを相手にメジャーリーグ史上唯一となるダブルヘッダー2試合連続完封をやってのけた。さらに1九百九年には再び連勝記録を十四 にまで伸ばした。これだけの高騰を続けたロイルバックだが、勝利数や防御率でリーグ1位になったことはない。当時のカブスは、電動入りしたモーデカイブラウンをはじめとして、ジャック・フィスター、カール・ラングレン、オーバル・オーバー・オールなど高騰種がひしめき合っており、またライバルだった。ニューヨーク・ジャイアンツでは、大投種、クリスティマ・シューソンが全盛期を迎えていたためである。 ロイルバックの快進撃は1910年に終わりを迎える。同年は12勝8敗の成績だったが、防御率はデビュー以来初めて3点台となった。彼はこの頃妻ネリーとの間に一人息子を設けているが、病気がちでシーズン中にジフテリアにかかった息子の看病のためにチームを離れることもあった。1913年シーズンは当初から不調で、 ロイルバックはシーズン途中にブルックリンにトレードに出されることになった。ブルックリンに移籍したロイルバックは1913年の残りシーズンを7勝6敗、防御率2.05の成績で終え、彼がまだ十分高騰できることを証明した。次の年の1914年、フェデラルリーグ発足に伴ってブルックリンの選手たちは年俸アップの運動を起こし、 ロイルバックはその先頭に立った。彼自身にもフェデラルリーグから好条件でのオファーが来ていたのだが、最初はこれを断っていた。しかし、ブルックリンのオーナーだったチャーリー・エベッツは、この年のオフに昇級運動の首謀者だったロイルバックを放出することを決め、ロイルバックは結局フェデラルリーグのニューワークでプレーすることになる。1915年のフェデラルリーグで、 ロイルバックは21勝を挙げる活躍をしたが、同年リーグが解体され再び、ナショナルリーグへ戻る。1916年には、ボストンブレーブスに所属したが、翌1917年の7月に、ブレーブスから放出され、そのまま選手を引退した。実は、ロイルバックは、左目の視力が弱く遠近感が取りにくかったため、時折途方もない冒頭をしたりすることもあったのだが、 彼はそのことをずっとチームメイトにも明かさなかったそうである。引退後のロイルバックは病弱だった息子が1931年に亡くなった後野球についての考察を巡らせながら孤独な生活をしていたという。1945年には野球におけるリーダーシップ育成計画のある著書を世に出している。1961年にニューヨークで死去。数字の後のは 記録不明箇所があることを示す。14連勝以上を二度達成した投手はロイルバックのみである。ありがとうございます。